来た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 熱き魂が戻ってきた。徳川四天王本多忠勝の血を受け継ぐわしの名は刈谷藩十代目本多忠義。特に大人の方、空気読みまして手を挙げてくだされな。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では、早速ではございまするが、ちょっとこの段階でちょっとびっくり入って申し訳ません、申し訳ございませんが、実はこの武将の中に早2ヶ月ですが、今日初陣という武将がおります。おいこちらおります。松平忠久殿。今日、ありがとうございます。今日初めての初陣ということで、どうじゃこの盛り上がり、楽しいじゃろ。すごい楽しいの、盛り上がってきたの。そうだな、ぜひ盛り上がっていきましょうぞ。ということで、ちょっと前振りが長くなりました。第一問の方行きたいと思います。では、忠久さんじゃないや、忠久殿。忠久でございます。では、忠久殿、じゃあ問題第一問の方よろしくお願いいたします。では、簡単な問題じゃな。かつて、カギラ城は、鬼城と呼ばれておりました。それは、とある動物に似ているところから来ております。では、その鬼城、一体何の動物がモデルとなっておったのでしょうか。1番、ウサギ。1番、ウサギ。そして、2番、カメ。カメ。2番、カメ。そして、3番、ラクダ。ラクダ、ラクダじゃ。さあ、正解はどの動物にございましょうか。手を挙げてください。さあ、手を挙げてください。さあ、どこだ、どこじゃ。簡単な問題ですからね。簡単じゃないですか。琵琶湖とか手を挙げてくれるとありがたいです。できれば小さいお子様よりも。じゃあ、勝成殿、誰か当てていただきまして、年信殿、じゃあその子の場所に行っていただきます。一番そこの女の子。一番左の前の女の子。そう、その子じゃ、その子じゃ。こんにちは。サラネ姫でござる。では、何姫？サラネ姫。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 サラネ。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 サラネ姫と、サラネ姫。二番。二番。二番。カメじゃな。カメ。騎乗。騎乗。勝成殿、答えを。正解じゃ。おめでとう。見事。見事正解でござる。今日は特別に、わしらの缶バッジをプレゼントいたします。うらやましい。わしらからの褒美じゃ。いやいや、このようにですな、正解していただきますると、ご褒美がもらえまするゆえ、ぜひ皆様ご参加をお願いいたしまする。では、続きまして第2問お願いいたしまする。この刈谷市にはゆるキャラなるマスコットがおりますな。さて、そのマスコット誰じゃったかの。では1番、見たことあるの。ウナッシーこれがあるの。こちらもな、有名じゃな。2番、くまもん。2番、くまもん。そして3番にございますね。勝成くん。勝成くん。さあ、正解を挙げて。さあ手を挙げてください。じゃあ、分かる者手を挙げ。この刈谷市のマスコットキャラクター、じゃあ分かる者手を挙げてみてくだされ。どういうようにしようかな。そうだろ、先ほど女の子だったからの、それは男の子でいこうかな。元気な男の子。元気な男の手を挙げ。よし、そこのメガネの男。よしよし、家も元気で。カズヤです。カズヤの、カズヤの、カズヤの。じゃあ答えてください。3番です。3番。カズナリ。カズナリ、良いな。本当に良いな。はい、いいです。変えるなら今じゃよ。変えてもいいぞ。変えんじゃか。良いな。よし、よし、答えろ。勝成君、正解じゃ。正解。おめでとうございます。おめでとう。おめでとう。先ほど申しましたが、さすが勝成殿、缶バッジを3つ差し上げようじゃないか。おめでとう。おめでとう。おめでとう。さんじゃ。いや、意外にあれですな、スラッと答えていただきました。そうじゃ。あと、よろしければすごく盛り上がっていただきますと、向こうの方からなんじゃろうって言ってくる方もたくさんおりまする。よかったら
正解ってなったら、うわーって。じゃあ今その練習をちょっとしようかな。練習にもう一回だけ、一回だけ、一回だけ、行くぞ。正解じゃん。うわー、そうです。そのぐらいの元気で、じゃあ続きまして第3問目いきたいと思いますので、うん、では今日初陣の忠房殿、よろしくお願いいたします。頼むぞ忠房。ではわしから第3問目、ここからしたら少しだけ難しくなるで、答えられる人おったら頑張って答えてほしいの、よろしく頼みまするぞ。じゃあ第3問、滝つばた、お間違えてもった、たい焼きの花は何でしょうか。あのちょっといいですか、うん、言い訳じゃ、初陣じゃ、皆様聞かなかったことにしてくだされ。決して答えも言ったわけではない。みんな飛んだ。よし、ありがたい。もう一回行こうかな。じゃあもう一回落ち着いて、もう一回落ち着いていこうかな。もう一度じゃあ質問をさせていただきますぞ。第3問、ハリヤシの花は何の花でしょうか。なんだろうな、ひまわりかもしれんな、チューリップかもしれんな。はい、じゃあ分かる者の手を挙げてみてくださいませ。もうなんかみんな知っておる感じじゃない。じゃあご存知や、そこのワンピースの女の子、おお、そう、お主。あ、そうじゃ、そうじゃ。じゃあ年信殿の言われてみて。年信殿、はい、お主の番じゃ。おい、うん、そう、そのワンピースの子じゃ。あ、その後ろ、その後ろじゃ、その後ろ。グリ、グリ姫でござる。おお、グリ姫。さあ、答えはなんじゃ。カキツバ、カキツバだ。よいか、カキツバだでよいか。本当によいか。うん、答えはカキツバだ。正解じゃ。よい、おめでとう。見事じゃ。このランボに答えましたな。いやー、すごい。わしは何じゃろうって悩んじゃったんじゃよな。そうじゃな。ちなみに市の、木はなんかクスノキということでの、こちらの方も知っていただけると面白いかなと思っております。カキツバタとはの、うん、タイヤ種の花でもあり、自由種の花でもある、うん、そして愛知県の花でもある。うん、それがカキツバタ。まああとは勝成君の頭にくっついてるのはナスじゃなくカキツバタということでの、そちらの方も知っていただけるといいかなと思っております。はい、では実はこの缶バッジ協定したてほやほやである。おめでとう、新たに思ってます。おめでとうございます。じゃあ次行っていいか。お、じゃあ4問目よろしくお願いいたします。今度はきちんと取材するぞ、ちゃんと取材するぞ。第4問目、第4問目、第4問目は刈谷市にある名古屋のきしめんの元となったと言われる名物の丸々うどん。ちょうだい、刈谷の丸々うどんじゃ。なるほど、刈谷名物の丸々うどん。さて、この丸々に入るうどん、さて何じゃという問題ですな。ちなみにですな、補足としてこちらにおります忠房殿は、食武将ということでの、刈谷市の有名な、食べ物とかをいろいろツイッター等で紹介しておりますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。食武将からの問題じゃな。刈谷市のうどん、有名なうどん、さて何か分かる者手を挙げてくださいませ。分かる者手を挙げ。大人の方もぜひ参加していただいてもよろしいですか。分かる者しっかりピッと挙げ、ピッと。じゃあここは大人の方に当ててみたらどうですか。そうですね、じゃあそこのしましまのストライプの、ストライプ横縞の男の子。あ、男の子、男の子。腕がまっすぐ、まっすぐ。なるほど、気持ちいい。赤雪殿でございますよ。では答えをお聞きしましょう。
小麦粉という。うどんに使われている材料は何じゃないな、残念。小麦粉うどんではない。惜しいな。なんかもうちょっと、小麦粉の他に何か、他に分かるもの。さてよ、次大人の方でいいんじゃないかな。大人の方で。わかったの。いや、一番向こうのしましまの。またしましま。またしましま。しましま大好きですな。はい、よくしましまじゃ。こんにちは。こんにちは。お名前を。山中元正、朝井です。元正さん、かっこいい名前だ。さあ、自信を持って答えていただきましょう。芋川うどん。カスナルド、いかがかな。芋川うどん、正解じゃ。見事。素晴らしい。それでは、この芋川うどん、この刈谷の有名なうどんということでよ。とても美味しいです。本当に美味しいそうで。ありがとうございます。おめでとうございます。缶バッジプレゼントです。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、しかしですが、まあ、たくさんの方、まあ、意外にしかも最後の問題なんかもあれですから、もう難しいかなと思いましたが、そうです、今の問題最後でしたが、本当に難しい問題よく答えましたの、まあ、このようにですね、刈谷市たくさん知っていただきたい、まあ、この中には刈谷市以外から来ている方もたくさんおると思いますゆえ、まあ、このようにわしらは伝えていきたいと思っておりますゆえ、ぜひぜひ次回どこかで会うことがありましたら、ぜひこの問題不詳問答ぜひやっていただけるとありがたいかなと思っております。では以上、不詳問答のコーナーでした。何を言ってますか。わしらの問題を出す側じゃから。知っておったのに。思ったこと関係ないわ。わしも問題に答えたいんじゃ。もう見ませんじゃよ。わし、まあ、そんなこと言われましてもの、そんなわがままが通る世の中ではございませんので。そうじゃ、今回わしは初陣じゃ。初陣の祝いとして褒美をくれてもいいんじゃないの。かつないぞ。まあ、ここまでなんか出張しとるので、あげてもいいんではないですか。どうしようもいいか。おっしゃー。なんかいいか。いや、ありがとう。これでいいか。よっしゃ、いいか、いいか。安心ですからな、まあ、ええか。いただきます。わしらなんかすごい前に出すぎて。なんじゃこれ。もちろん。
い気持ち、よう分かった。これが終わったガリア名物イボカワロンでも食いっこがのいいか、ほんとだ。まあじゃあええよ、はよ言ってくれよ。もうやってやるぞ。よかった、じゃあええよ。ただいましたの、もういいかな。いやいやいや、あの先ほどまでの怒りがどうなさいました。いや勝成殿がイボカワロンを自殺してくれるそうじゃ。ああなるほど。いいじゃろう、一緒に行こうや。そうじゃの、ご馳走してくれるというならば許しましょうかな。そうじゃな、よっしゃ。おたしなむだな、もうええかの。いやなんとだな、勝成殿が芋かわいのを馳走してくれるのじゃ。一緒に行こうや。勝成殿が芋かわいのをご馳走してくれるだと。そうじゃそうじゃ、武士に見込まこさ。じゃあわしもボロをよろしく頼むぞ。よしゃ、これで仲直りじゃ。よっしゃ、じゃあこれで仲直りしてめでたしということで、最後勝ちどきを持って締めとさせていただきます。では勝ちどきの説明を。勝ちどきの説明忘れてしまうんだ。うっかりや。あーじゃあもう当たりました。うっかりやだから、うっかりや、うっかりや。では輝きの強い歌詞2代目の水野忠清が勝ちどきの説明をさせていただきまする。皆様腕を上げていただいて、そうですね、拳を上に。そしたら兄者が戦にと申しまするゆえ、みんなで勝つのいいと言って拳を大きく上げてください。よろしくお願いいたします。さあでは兄者よろしいですか。みんなの者、拳を高く上げ。うん、はさあみんな準備はよいか。ほっ、行きましょうぞ。行くぞ、戦に勝つのいい。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 ありがとうございました。刈谷城築城盛り上げ隊の皆様でございました。初代の水野勝成様、そして2代目水野忠清様、3代目松田